これは物理力学のところでエネルギー保存の法則とかで使われる教材なんだけど、こっち側からねこう高いとこから、まあ、いわゆる位置エネルギーが運動エネルギーに変換されて、その運動エネルギーがこっち側の球の方に伝わってこう飛び出すという、そういう教材なんだよね。で関連した演じでこの2つこうこっち寄せてですねぶつけるとこっち側から2つ飛び出すという、こういう現象が観察されるんですよね。でちなみにこの3つやるとほら3個ずつこうまあね3つ分の運動エネルギーが伝わるわけだからこっち3つ飛び出すんじゃないかって考えがちなんですけど、そもそもねこの1個ぶつけて1個出るってのは分かると思うんですよ。だけどこれ2つこう運動エネルギーが当たってこう伝わったんだったら、ここ1個だけ飛び出してこれがこうもうちょっと高くね上がってもいいんじゃないかって考える、そういう児童生徒もいるわけですよね。これをどういうふうに説明したらよいかっていうのが今回の課題です。なおこの4つやってみますけど、やっぱり4つ、ちょっとこれこのちょっとねしょぼい教材なんでね、もうちょっとこう高くて何枚もするもんだったらもっと綺麗に動くんだけど、これ4つでもほら一応そういう理屈に従うっていうか動きとしてはね、わかりますかね。まあ、2個だったら2個飛び出して当たり前のように思うんだけど、運動エネルギーが伝わるんだったらこれがもうちょっと高いところに飛び出したっておかしくないじゃないですか、ね、あるいは3つポンってやるとこう3つ動くんじゃなくて、この一番端っこの方にエネルギーが伝わってもっとこううんとぐんとね高いところにこう飛び出してもいいっていうふうにね考えてもいいじゃないですか。じゃあそれはどうしてなのかっていうのと、どうやったらそれが説明できるかっていうことを考えてみてください。